タレジのいろいろめんどくさい。新成人の皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、新成人の皆さんって言ってもね、この番組別にあの新成人もバルタン成人もペガサ成人も聞いてないと思いますけど、あの今日ほら成人の日じゃありません、はい、そうなんですよ、はい、あれですよね、あの川崎さんの成人式の年って多分漫才ブームの時ですよね。僕今日ですよ。出た。ちょっと衣装するんだなと。衣装着てるじゃないですか。やっぱりラジオだから分かんない。今でも、あの、豊かも悪いよね。あのもうそういう分かりやすいの。衣装から清掃してるでしょ。あのその紫色の汚い毛玉の汚いセーター、これ成人式。そうだよね。川崎さんの方の我々の成人式とちょっとやっぱ違うもんね。あ、川崎さんのところの成人式ってあれじゃん、なんかあの毒を持ってるアリの巣に手を突っ込んで死ぬほど刺されるのが大人の証とか、そういうことを封じ残ってる。30メートルの崖から鳥の格好して逆さ吊りされるとか、そういうのが大人になった証っていう、ね、先切られる。それはあのカトリックでもっと小さい時にやる、カツリ赤ちゃんというやつですからね。いろいろ混じったものがありましてね。そこ行きますとね、うち、はい、えぐみさんはね、はい、昭和43年生まれでしょ、はい、我々の成人式の時って本当で言ったら、はい、昭和64年の1月15日が成人式だったんですよ、はいはいはい、でもご存知のように1月7日に先帝陛下がお隠れ遊ばしたので、うん、だからもう1月15日には元号が変わってたんですよ、うん、だからここにこう何気なく座ってますけど、はい、平成になって初の新成人なんですよ。新成人、そうなんだ。そうなんです、はい。こうやってね、ちょっとね、僕ね、成人式の時にちょっと思い出話がありましてね、加藤さん、あなたこれ耳の痛い話ですよ。あのね、その平成元年の1月14日の晩でございますよ。吉江からね、うちで上がってきたんですよ。はいはい、でね、吉江師匠から。そうです、そうです。だね、あんた悪いけどさ、あんた土浦までカバン持ってついてきてくれない？営業は。だから、で、僕、次の日、成人式出るつもりで、スーツを出しておいたんですけどね。そしたら、師匠がそういうもんです。で、当番で言ったら、本当は加藤さんが、その日カバン持ちに行くはずだったんですよ。はいはいはい、で、何かあったのかなと思って、え、あれはどうかしたんですかって聞いたら、うん、今、活動から電話がかかってきてね、うんうん、明日成人式に出たいから、うん、あの行かれないって言うんで、そっちを優先するんだ。で、やっぱりそれ一緒に一緒のことは、私もあのこっち来いとも言えないからさ、悪いけど、あんた来てくれるって言うから、分かりましたって言って、僕、次の日、カバン持ちついてったんですよ。そしたらね、土浦へ向かう電車の中で、吉江が、あれって言うから、何ですかって言ったら、あんたも今日成人式じゃないよって言うから、そうですよって言ったら、なんで言わないのよって、だって、ね、成人式なんか行くつもりなかったし、成人式行くよりも、師匠と一緒にいた方が美味しいもの食べられるし、嬉しいですから、偉いで、で、それはね、まあ、弟子ってのはそういうもんだから、はい、それはそれでいいけれども、うん、私ちょっと今日の仕事言いにくくなっちゃったとか、何ですかって言ったら、土浦のね、成人式の記念公演なんですよね。で、もういいじゃないですかって言って、向こうへついて、したら、あの役所の人挨拶で来るじゃないですか。うん、したらその時吉江がね、実はねカバン持ってこれついてきてますけど、こいつも今日ね、今日のお客さんと同じで成人式なんですよって言ったら、はい、役所の人がすぐ、うん、あ、そうなんですかって言って、うん、あの靴下とねハンカチのセットをわざとデパートで買いに行ってくださって、うん、で帰る時までにそれを用意しててくれて、おめでとうございますっていただいたんで、そうなんですよね。まあ本当はね、それをしてもらうために僕は裏からこう手を回しておいて、うん、サプライズで、はい、あ、そうだったんですか。サプライズで、じゃ、はい、どうして僕は後で、はい、なんであの日あの成人式行ったのって言ったら、あ、忘れてたって言ったから、僕忘れたの意味が分かんないんですよ。加藤君、嘘をつくな、嘘をつくな、嘘をつくな。すみません、川崎さん、要介護12人すみません、増えてます、増えてます。加藤さん、自分の成人式忘れてたらしいんですよ。でもね、で、それ信じられないと思うし、でもそういう人、これ都市伝説ですから本当の話かどうか知りません、うん、気候省の話聞いたことない。な、気候省、ご自分の結婚式に忘れて、うん、結婚式の余興の仕事を取っちゃう。だ、そういう人もいる、都市伝説かどうか知らないよ。だ、そういう人もいるから、うん、加藤さんみたいな人もいるのかなっていうね。うちらはよくあの成人式の余興イベント行ったよね。うちあんまり行ったことないね。よく行ったよ、昔。でも一箇所あったね、なんか行ったの。いや、一箇所ってことないけど、近くのなんか山の方に行ったよね。あのね、うん、長野の中、あの慶子師匠からいただいた、長野の方だよね。そうそう、うん、あのその村の成人式で、その村の全成人が集まってるんですけど、20人しかいないんですけど、その20人の前でね、30分漫才やったんだけど、全然笑ってくれないって、ちゃんと聞いてるんですよ、みんな。あ、真面目なんだ。ただ後ろの役所の人たちは爆笑なんだよね。そう、で、なんだかわけわかんなかったよね。うん、こちら豊島区の方でイベントで行ったけども、はい、もう誰も聞いてないんだよ、成人式。よく成人式のみんなこっちでわー盛り上げてわーってさ、うちのことも誰も聞いてないの、うんうん、しょうがないから、もう、じゃあ働いた時間で来たらいいやと思って、うん、慣れてるからね。そう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 、うん、普段からそういうのは、うん、そうね、誰も聞いてない。
誰も聞いてないの慣れてるから。20点。点数つけられました27点満点だから。ああ、やってもらえないです。今日はですね、はいはい、実はその成人式のまだ流れで、はい、あのうちの下の道下が、うん、あの成人式なんです。そうなの。はい、だったね。早いね。もうそうなんだ。そうだから、あの晴れ着を着てね、うん、あの友達が青戸の駅のところに来るからっつって、でそれを迎えに行って、なんかいろいろあの挨拶回りとか連れてきましたよ。で今連れて帰ってきたんですよ。去年上の子、年もだから去年上の子だったんですけど、上の子はちょっとちっちゃいんですよ、うん、着物がね、合うのがなくて、サイズがなくて、でね借りたんだよね、うん、金魚姉ちゃんに。そう、あ、そうなんだ。金魚姉ちゃんのサイズ、あの派手な着物を借りたんだ。借りましたよ。でもだからそれはね、新成人の子が着ればいいんですよ、うん、金魚姉ちゃん新成人本人分だからだからいろんなことになってますけれどもね。そうなんです。おめでとうございます。ありがとうございます、でですね、見たいんじゃないですか、東洋館さんの漫才協会の、うん、初席の興行が昨日までということでございまして、はいはいはい、うん、それで、前にもね一回言いましたけど、その道場破りといって、うん、協会外の若い人に、はいはい、ご出演いただくという、はい、今企画をね土日でやっておりまして、で昨日おとといが土日でしたのでね、うん、受けてましたよ、道場破りが、ございましたけど、そこで、12回目にこの番組、はい、来てくれました、スッキリソングが、もうバカ受けですよ、やりづらい。その後うちなんだから、そうだよ、俺も見たんだよ、やりづらいよ、めちゃくちゃ面白いのねえ、受けてたよ、びっくりされた。いや事務所の後輩じゃん、あなたが。いやいや、もうそれでもね、あ、すげえなと思っちゃって、ネタ書いてもらおうと思っちゃう俺頭下げてネタ書いてもらっちゃおうかな。そうですか。で、今日はですね、はい、その東洋館の出番を、済ませましたよ記念でもって、はい、スッキリソング今改めて当てにしてもらってます。どうもー、ありがとうございます。2回目の、ゲストということでスッキリソングです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。言っときますけど、スッキリソングが出ると視聴回数が増えるから出してるわけではありませんからねそうなんだよ、東洋館の出番を済んだから呼んでるんですからね、はい、V 字型に上がるらしい。そうそう、本当にすごいんですよ。そうですよ、もうな100ぐらい違うんですよね。だからそうですよ、前回2桁だったのが、うん、スキソンが来ると、うん、何百万単位で来る。いや、万ないでしょ。万って数えたことないでしょ川崎さん、どうしてボケるときまばたきしてる川崎さん、半端なボケより大きい方がいいわかりますね。あ、なるほど。あ、ね、このスキソンが、まあ、前にもお話しましたけど、まあ、上田誠と本田正幸と申しますけど、はいはいはい、上田誠の方がですね、うちの、まあ、編集みたいなところでもう弟子でございまして、で大変なんですよ川崎さん。この誠ちゃんがですね、はい、昨年暮れに初しくじりをいたしました。何をしました？それは何だかもういちいち言いませんけどね、初しくじりをいたしまして、はい、でもしくじらないとお弟子さんになれませんからね、本物のお弟子さんに。男出したけどね。男出したけどね。そしてしくじりをいいですか、はい、でこの本田君がですね、本田君がまたちょっと面白い症状が出まして、これやっぱり暮れなんですけどね、はい、これも前に話しましたけど、ほら僕が気に入った若手集めてゆるくっていうライブをやってますよって話したじゃないですか、うん、で今月の31日ね、はい、そう池袋演芸場さんの夜市会で、はい、夕方の6時から、はい、そのゆるくの番外編ということで池袋演芸場さんでやらせてもらうことになったんですよ、うん、でそれのチラシを作るってことになった時にね、はい、池袋演芸場さんの方で、はい、じゃあチラシの制作費を2万円まで出しますよって言ってくれたんで、はい、で僕じゃあそのチラシのデザインからその印刷の発注まで全部本田君に任したんですよ。で池袋演芸場さんで2万円出してくれるって言うから、はい、じゃあ君よろしく発注までよろしくねって言ったら分かりましたって言って、うん、それで、本田君からメールが来ました、はい、印刷発注しました、で、本田君何枚発注したんだっけ。9000枚無敵か君は無敵なスーパーサイヤ人6ぐらいか君は。しっかり9000部と信じ込んでおりました9000部必要ですか地元の新聞の折り込みじゃねえか。お客さん120人、ギリで120人買えないと9000部配ってどうしよう。何らかの本田君なりの計算があったのかな。いや、ないんですよ。なかったんだ。本田さんからのお返事いただいてびっくりしました。ただちょっとポーっとしてきよくね、言うじゃん、俺チラシを配ってもその枚数分の1割くればいいよっていう数字でしょ。そうで、1割来たって900人だよ。キャパ入らねえよ。どこでやるの。東京ドームだから他の若いもんにいたら今から武道館抑えられますからやってくれますよ、ね。そんなスッキリソングのお二人をお迎えして、はい、今日、やりますのは何でしょうか。はい、実はほら、ちょっと前に皆さんに応募をお願いしたんですけども、はい、ワックスの名前を、はい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 、オーリー
うん、ウォーリー、前、ウォーリーは前の名前だ。前の名前がウォーリーだ。ポリマーゴールド、はい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 、ポリマーゴールドっていうワックスの名前があるんだけど、はい、その後に、はい、一文字漢字で何かこうそのワックスを表現できる、はい、あのいい名前があったら考えてほしいですって依頼がありまして、はいはい、この会社のですね大月さんという方からありまして、はいはい、でじゃあみんなで考えましょうということで今回皆さんなんかすごいですね、いっぱい来ましたでしょ、いっぱい各もうお笑い事務所からの若手からすごいですよ、もうもう一声かけたんでしょうか、家族の一声かけてかけてきたら太田プロの若手、な鍋プロの若手、吉本の若手もたくさん来てますよ、いろんなとこから来てね、いろいろいいじゃないですか、ありがとうございます、はい、もうたくさん来てるんですけれども、これどうしたらいいでしょうかね、あの一つ一つ紹介していったらいいんですかね、これでいっぱい来てますよ、はい、ちなみに川崎さんなんかどんなの考えていただきました、あセックスの名前ですね、ワックスです、あすみません、ストレートに突っ込ませていただきました、もう七面倒くさいんでストレートに突っ込ませてもらいました、はいはい、すみません、はい、僕はね、ツヤっぽいの、ツヤ、おこれで色と言いますよ、これあ色ね、うん、あ、はい、ツヤと書いて色と、色と言いますよ、色っぽいな感じがするじゃあ、例えば、ゴールドポリマーワックス、色、色、ツヤと書いて色、あの車がツヤっぽく色っぽく見えるみたいな、なるほどね、ピカピカピカして、よく言いますもんね、彼女だってね、そうですよ、車の中で悪口を言うと、うん、急に車が不機嫌になって動かなくなるとかよく言うじゃないですか、はい、ありがとうございます、本当そう、本当そう、車の中でこの車ね、うん、ポンコツなんだよねなんて言ってると、はい、本当に動かなくなる、故障するって、そういうなんかなんか昔スティーブン・キングのクリスティーンって映画でそういうのありましたけど、ああザッカーっていうのもありましたね、フルザッカーってもっと昔の映画でもう40年以上前の映画じゃない、そんな前、うん、はい、あそうですか、他にも何かあるんですか、他にはね、はい、まあこれは平凡ですけど輝き、輝き光という字、これはいいですよね、うん、あ, あと飛翔の翔っていう字もちょっとワックスになってそうだなと思って、ああ羊に羽ね、羊に羽ね、こうパーッと行くぞっていうようなこと、なるほどなるほど、車が空を飛ぶぞみたいな、あいいかもしれないですね、それね、スキルソングも考えてた、なんか考えてきましたよ、はい、じゃあ僕からいいですか、はい、誠から、はい、僕今ちょっと嫌だったのが川崎さんと同じツヤっていうのか、父そのまま待ってなかったちょっと嫌だったってか、俺がツヤって言った時に下打ちいやいやだからさ、うん、でもネタ書いてくれっていう、まあ、まあ僕がネタ書いてるけど、はい、同じ発想なんだなって思って、はい、で違うのが、はい、あの潤いってあるじゃないですか、潤、はい、あの山水に間って書いて、はい、おーって人、はいはい、の、車に潤いをもたらすという意味で潤っていうのとか、はいいいね、あとなんか昔モーニング娘。っていたんで、モーニング娘。何でしたっけその漢字の方かな、ゴールドポリマーワックスですね、ボーリゴールドポリマーワックス、ポリマーゴールド、ポリマーゴールド娘ポリマーゴールド娘、娘だからでも自分の娘のように車を大切にするという意味で娘とかね、はいはいはい、なるほどね、はい、あ太田君はどうですか、はい、僕はですねやっぱりあの光るというイメージがあると思ったんで、光沢でね、光沢で、はい、光沢で、うん、ポリマーゴールド、ポリマーじゃないポリマーポリマーゴールド銀、銀、銀、はい、銀っていうのは金銀の銀、金銀の銀で、あーゴールドの後に銀をつける、意表をついた金、金銀パール、捨てんのに銀シルバーですね、シルバー、あーゴールド、ゴールドポリマーゴシルバ ー, あーポリマーゴールドです、ね、あ、ポリマーゴールドあなたの持ち込みでしょ逆になりがちですね、いやでもこうやって、はい、あの間違えていろいろ言ってる間にみんな覚えてくれるっていうのを、ね、それ1回だけにしてる、ね、はい、あとはですね、ポリマーゴールド波とかっていうのは、波って何、ザバーの波、上中下の波です、ね、あ波なんで、はい、おなんでちょっと控えめに低いところが入って意外とこれいいな、波じゃないじゃないか、そうです、ゴールドでやっぱりゴールドがついてるなって、ああそれいうの面白いかもしれない、そんなに乗ってもらえるの表示する前の松みたいな、あわざと自分の低いところが入って使えるね、何だと思って使ってみたら、松竹梅の竹じゃない松は一番多いじゃん、そこは流しましょうやもうそこは流しましょうやなるほどなるほど、誰に向いてもめんどくさいもん本当に、あそれ面白いかもしれないね、なんかいわざと低い名前を、ね、いやそんな大したもんじゃないんですよ、まあ、ゴールだったらかなりついてるのね、あなるほどね、さすが寿司屋、寿司屋の息子ですね、寿司屋、はい、そうだお寿司屋なんだもんね、波、
私はね、まあ、1個しか考えてないんですけど、1個あのたくさんね、あの来るんじゃないかなと、自分の中で100ぐらいあるけど、1個ですよね、そう、はいはいはい、考えたんだけど、読めるのが1つけなかったで、あの多分ね、あの艶だとか輝きとか、はいはい、そういったのはね、あの銀だとか来るなと思ったんです、銀も来ると思ったんですか、あのゴールドで銀も来るなと思ったんですけど、人のふんどしで人のふんどしで盛んに相撲とかで来るなと思ったんで、はいはいはい、なんで僕は絶対来ないなと思うような感じで行きたいなと思うんで、はい、あの保険の方で保つ、はいはい、うん、そうそう、はい、で保ちっていう保ち、はい、ポリマーゴールド保ち、保護するってこと、そうで、この保ちのそのもちもお餅みたいじゃないですか、はい、ワックス自体が、はいはい、白っぽくて、はいはい、でそういうのもあるし、なんか縁起もいいんじゃないのかなっていうことで、で、あのワックスも保ちますよという、保つこと、コーティングすることが保ちるすることで保ちってこと、はいはい、あんまりこのね、あのこの保険の方っていう字使わないと思うので、はい、そうですね、意味合い的にすごいいいと思うんですけど、カズさん、お正月に餅食べながら絶対そうだねはい、今の方またこっちに書いてきました、ちゃんとお、これがですね、爽やかと書いて、そう、わあ、字うまっ、字うまっ、これはゴールド、そうですよ、ただこれね、一つちょっと難しいと思うんですよ、はい、切るとこ間違えちゃうとね、ポリマーゴール土葬になっちゃう。ポリマーゴールドさんをなんか白い着物を着せて正座に座らせて丸い桶的なものに入れて荒川的なもので締めて穴の中に埋めなきゃいけなくなってしまう。だからやっぱりこれのところでミクちゃんも泣いてしまうし。さっきから聞こえてたの心霊現象じゃないですからね。はい、あの実はですね、スタッフさんの、はい、池沼さんの、赤ちゃんさんが、ね、いらっしゃってんですよね。泣き上がった、ね、うんうん、可愛いんですよ、ミクちゃんね、はい、じゃあ可愛い、他にもありますよ、僕考えたの、はいはい、あのほら今年のタイもほら、真田丸、真田幸村ね、はい、真田丸、はい、それにあやかって、はい、まあ、ちょっとさっきのこれ誠のこと言っちゃいますけど、うん、ポリマーゴールド丸あやかってるね、これはもうこういうのは何度時期もんですから、ね、あやかった方がいいですよ、それからあとね、僕考えるこれですね、ポリマーゴールド味味あ、うん、ただどんな味かは誰も飲んだことないかもしれないですね、間違いなくこれポリマーゴールドの味がしますよ、ゆたちゃん、その話題に走っちゃったの、え、ちゃんとした考えて話題に走ってるバカじゃないぞ、で次紹介2つありますよ、マジですよ、これ、はい、でね、この皮変にあの皇室のコートで書いて、これあのきらめきというきらびやかな、だからポリマーゴールドキラ、なるほど、あ、これいいじゃん、いいですね、あとねこれね、ちょっとね、あの日本にはない字なんですね、調べたらね、あの同じようにやっぱり作りがあの皇室のコートという字なんですけど、それであの辺の方が光っていう字で、でこれね読み方としてはこうとかおうとかって読むんですけど、ただちょっと言葉が締まりないんですけど、字はすごくかっこいいでしょ、これね、はい、かっこいい、だポリマーゴールド、コーとかオーとか、はい、あー、うん、これ考えてみます、これいい、はい、いいですね、かもしかしてポリマーゴールド味、これ3つの字が味が入ると途端にこの緊張感が柔らかい緊張感あ、緊張感ね、はい、緊張感が出るところ、なんかでも相性協会の皆さんからもいただいてる、たくさんいただいてますよ、はい、ご紹介したもんじゃないですか、紹介してみますけども、うん、まずチョコレート球団のなんか船木くんから、はいはい、結構感じかけるんだね、うん、結構来てるんですよ、例えばあのランとかね、ラン、秘変っていうんですか、豪華絢爛のランね、豪華絢爛のラン、うん、ランっていう字がいいんじゃないでしょうか、はい、リーダーが考えてるんだね、船木くん、あ、リーダー、こっちはリーダーだ、あ、リーダーだね、あ、そうだね、だってこのランっていう字知らないもん、知らないですよ、そうですよね、でだから光り輝くという意味とラン、車が走るという意味のランをかけて、かけてんだ、かけてんだ、フラッグかけらんないもん、リーダーだからかけてんだ、はい、でこれちょっと凝ってるのがやっぱこれもリーダーのでしょ、これ、はい、カラスっていうんですね、これあのちょっと聞くとね、ワックスには向かないなと思うんですけど、カラスのイメージは黒ですからね、そうそうそう、でもこれね、あの洗車するっていうのはカラスの行水っていうじゃないですか、早く綺麗になりますよっていう、あとこれあの鳴き声の、うん、カラスの鳴き声と車ですからカーをかけてます、いやーかけますね、かける、なんでカラスって英語で戦車って言うもんね、ゆう、あなた勢いで言わないことないから大丈夫あと船木はね、はい、パオって書いてますね、パオ、これなんていう字なんですか、包むっていう字です、包むっていう字、パオっていうんですか、あ、包む、あ、パオっていう中国語読みじゃないですか、ショーロンポーンとかね、あ、そうそうそう、はい、あ、なんか昔こんなあのあれだよね、お家庭用品あったよね、なんか鍋かなんかありました、うんうん、で、なんかこれなんかちゃんとあの理由があるんですよ、はい、これつけた理由は、はい、車を優しく
包み込むイメージ、ワックスがね、はい、で歯を、うんうん、あと翔介君もね、宮田翔介すごいですよ、これなんかもういっぱい送ってますよ、うん、あの子であのね、翔介君はね、うん、ちゃんと振り仮名もつけてくれて、ちょっとこの振り仮名の意味が分かんないんですよね、はいはいはい、人っていう字でこれダニエルって書いてある、書いてありますね、書いてある、人でダニエルって書いてある、はい、書いてある、なんでだろう、これちゃんと意味をね書いてくる、なんでダニエルなのか、何読みなんだ、自分も知らないだけなのかなと思ったんだけど、皆さん知らない、いやもうこれだったらどんな読み方でもできますよね、で僕書いてマジ見たら人生と書いて道みたいな読み方があるから、翔介君が送ってきた中で一番好きなのは、うん、ポリマーゴールド林っていうこと、もうなんか好きなんですけどね、ああいいですね、ポリマーゴールド受けたまわるっていうのもありますけど、長すぎるこれはね、志っていうのもありますけどね、志はちょっとお弔いを繋がってるんですね、三遊亭になってたりとか、あ意味が、あ本当だ、林家と、でも繋がってるけど、繋がってるのは林家、立川、三遊亭、あ本当だ、はい、でもそこで林っていうのは出てきた、なるほど、でダニエルっていうのはどう関係ある、ルルトルダニエルってなんか、まあいろいろありますよね、はい、遊ぶ人と書いてピエロというのと同じようなもんか、あ、そうなの、そういう読み方するよ、昔で今年ほら江戸でほら猿っていう字も書いてるんですよ、猿っていう字で、はい、あのモースっていう普通に読んでる、読んでる、なるほどね、ポリマーゴールドモース、モース、うん、とモース、鳥はドリって読むんですね、うん、なんだか意味わかんないじゃないのかね、まあまあまあ近くで書いたんじゃないでしょ、まあいろいろね酒飲んでね、まあ、いい感じになっちゃった、かっこいいの送ってもらった中で一番かっこいいのね、はい、宮田翔君で翔介君の兄弟です、はいはいはい、宮田翔君が送ってくれた、はいはい、ミカド、うわ、これいいですね、帝国の帝という、うわ、でその次に書いたのは錦、すごいですね、ミカド錦ってなんか相撲取りみたいな多分これミカドの方はねスターウォーズ見ながら考えたんじゃないかと、ああなるほどね、ヨーロッパ史みたいな、あでね、あのカントリーズの福田君なんかもね、送ってくれてるんですよ、はいはい、これでだね、9、はい、車屋に9って書く、はいね、あのただこれ、あとという字なんですよね、これね、うんうんうん、ああ、わだちの、あのあれで、そうそう、だから、はい、あんまりワックスにあとっていうのはね、あんまり向かないんじゃないかな、あとちなみにね、これ、僕、楽屋の方でですね、あの江戸局本は、三益門之助師匠から頂戴してまいりました、はいはいはい、これ、聞いててくださって、はい、あなたの子、久しぶりに聞けて嬉しかったって言ってたよ、そうなんですか、ポリマーゴールド、楽、楽しいって書いて、あ楽で、これ、肩にね、事情にして、楽でもいいよって言ってましたので、ああ、それもいいかもしれない。あとね、これもね、あれだ、浅草園芸ホールさんの従業員の方で、ちょっとこれ、お名前を伏せてくださいって言われたので、N さんとだけ、N さんが、もともとはこれ、外国でできたものですから、うん、当然これ、出来上がったら外国にも輸出されるものでしょうから、うん、やっぱり外国人の方が見ても分かるようなものでっていうんで、まんじっていうのはいかがでしょうかって言われました。まんじね、あれね。ポリマーゴールド、まんじ、これ和のテイストが溢れてますね、まんじって、でだからこれあの N さんから頂戴したい、 N さんこれずっと聞いててくださってね、あの色はがるとできるのも楽しみ待ってますなんて言ってくれたんですよ、うん、だからほらあの前に話したあのクラウドファンディング、はいはいはい、ね、あれであの僕あの N さんから、はい、あの A コースの5000円むしり取ろうと思ってたむしり取る、まあまあまあね、いろいろありました、はい、でこれあの絞り込むのもね結構大変なので、はいはい、下ネタ絞り込む、絞り込むのも大変だ。どこが正常なんですか、川崎さんって。わからないだろ。川崎さん、いつ正常なんですか。急にね、はい、あの入り込んでくるんで、あの耳をすばかってで、まあこれ一応あのたくさん、ごめん、あともう一つ、はい、あの、元スタンドアップでそのコンビ別れちゃったんで、その堀江君、いつもあの袖で手伝ってくれてる子で、はいはいはい、その子の、出した、感じ、はい、滑るみたいな。いやな名前を考えたの俺な、まあ当には水を弾くことからって書いてあるけれども、でも絶対これあの自分が滑ってるからこれを思っていたなるほどなるほど、でこれを、まあはい、あのまとめまして、はいはい、その大月さんの方にお渡しして、はいあはい、であと全部をとりあえず全部渡しまして、はいはい、あとはあの会社の方で向こうでね、こうあ会議で会議で揉んでもらって、で決まっった暁ですよ、はい、例えば、本田君のが、はい、銀が決まった、決まりました、はい、なったらその本田君に、はい、あのなんと大月さんの方から、はい、あのこのポリマーゴールドあの、はい、の
そう、ワックスを差し上げますということ。いいんですか。しかも1年分だっていう。本当ですか。僕みたいな1年分だーと。車持ってるの。ないです。いや、でもね、はい、あの聞いたらば、はい、あの車がない方でも、はい、あの家庭内でも使えますよ、そうそうそう言ってたよね。なんかいろいろ使えるんだ。鏡拭いたりできる。いいじゃないですか。ヘルメットとかでもね。あ、全然全然全然。なんでヘルメット。あのバイクにも使えますよ。ギスギスした人間関係も滑らかになるって言ってたよ。目が座ってます。山崎さんはもうこの人に滑らかにしたいんですか。一切まばたきしません。覚えたね。見据えられますからね。俺ボケてるよ。笑えよの目でしたね。もうね、大月さんの方もかなり喜んでいただいて、嬉しいじゃないですか。でまあ、これ聞いてると思うんですよ、はい、で実は先ほどもね、うちの相方がちょろっと言いましたカルタもやってますよね、はいはい、で、なんとか何ですか、クラウドクラウドファンディング、はいはい、で、大月さんの方もご協力していただければね、はいはい、ああなるほど、あそういう、それはご協力してくださいますよ。だって大月さんですもの。大月さんっていい男なんだよね。いい男。そうですよね。ちょっといい男じゃん。はいはい。竹之内豊かかと思った。そう。あと二宮君にもちょっと似てます。また瞬きしてないです。あの川崎さんいい男言うとき絶対にもう二のって決めてる。毎回この間スキルゾーン来た時もそうだった、ね。あ、言ってましたね。二宮必ずせるんですよ。安いんです。まあ、いいですけどね、いい男は。で、このまま全部持ってくんだったら、いただいた方をね、あの教会にいただいた方、お名前だけ言いましょうよね、はいはいはい、あの今ちょっと紹介しませんでしたけど、青空一風旋風君からもいただいてますし、はいはい、あと、ダッシュ三浦君も、そうですね、翔太君の相棒です、はい、いただいて、あ、それだけか、言わなきゃいけない、あとカントリーズの福田君言いましたね、いただいた、はいうんねはい、いただありがとうございます、ご協力いただきまして。はいもうたくさんの方からいただきました。じゃあこれをあのまとめて、はい、あの大月さんの方に送ります、はいはい、で会社の方でねあのいろいろとあの会議してもらって、会議してもらって、はい、決まったら、報告していただけるということでございます。はい、はいはいそれではじゃあ、これでおしまいなんですか今日は。はい、で何のためにスキーソング読んだかわからないんで、はい、あの来週も行ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。だって東洋館の感想とか一切聞いてないんですだからそれは誰かがつまんねえ僕いっぱい言うからさ、うんいや、あんたです。あんたです。おめえだよ。僕でした。ね、で、言っときますけど、これはあのたまたま今話を聞く時間がなくなっちゃったから、来週も来てもらうってことです。来週も数字を伸ばそうとか、そういうこと考えてるんじゃないの。いや、やらしいことは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 やら